どんな感じでいきましょうか。まあ後で編集するんですけど、あ、こんにちは。クレバハウスというですね、起業家さんが集まるハウスのオーナーやってます無限尽力家のわらがいと言います。はい、無限尽力家って夢を現実にすることに尽力する人ってことで、人の夢を叶えるお手伝いをしてます。はい、ありがとうございます。あ、こんにちは。はじめまして。はじめまして。彼はね、まだ23歳なんで。ああ、ね、お若いですもんね。教育者をね、廃止したい、教育で日本を変えたいっていう思いがあって。いや、いいですね。前途余裕ですね。いいですね。ありがとうございます。バカ力の会。バカ力の会。させていただいてます。ビデオ回ってます。バカ力の会です。最近体がもうボロボロですね。これから行くんですけどね。首がここまでしか。まんないし、トレーニングマスク毎日つけてるんですけどね。今日ランニング、まあ今もうトライアスロンスクールまた行きだしたんでやったんだけども、全然楽じゃないちょっと正直トレーニングマスク毎日つけてるんでね、この肺とか強くなったんじゃないかっていう甘い期待を描いてたんですけど、全然ダメでした。猫背になるからかな。20キロしか背負ってないのに痛い。よし、足が12キロか。6キロ、6キロ、12キロ、20キロ。やばいよ。体がもうボロボロ。